おはようございまーす。おはようございます。でマスクつけたままじゃー。ままでした。撮りましょう。はい、撮りました。はい、グダグダスタート。はい、おはようございます。ということで、始まりましたタクテルラジオボリューム3かな、はい、3だね。3ですね。今回は、10月11月分まとめてやっちゃおうかなと思います。はい、まあなぜかというと動画上げてる本数が少ないと。少ないですね。上げてない、まあ上げてないというかちょっとね、仕事上ちょっとバタバタしてて、というかね、もう9月上げすぎたね。いや結構上げたからね。上げすぎたよ。1週間毎日投稿したの9月でしょ、だって。うん、それはもうねちょっとネタ尽きるよ。そんな台本めっちゃいつも作ってるわけでもないからさ、うん、大変だよ。頑張ってたけど、ちょっと10月11月は今、本業の方でちょっとお互い忙しくさせてもらってるんで、はい、でまあ今回は、一発目、10月の一発目からかな、はい、振り返り的に言うと、まず振り返りからしていきましょうか。していきましょう。はい、では振り返りです。振り返り10月1本目が僕のカバー Whenever You Call、うん、嵐の Whenever You Call。 Whenever You Call。 空港。 Whenever You Call。 これね、はい、これですね。まあ、これはちょうど流行ってたというか出たばっかりで、うん、結構聴いてる人多かったからやろうかなと思って歌ったね。うん、これ良かったね。うん、うん、その英語の全英語で歌ってる曲って珍しいからさ、うんうんうん、J-POP でだからいいなと思って歌いましたね。うん、はい、でその次が、バーの気まま4話か、カンパリソーダ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 。今日こういう日。英語の英会話教室、英会話教室ありだね。やることなさすぎか。これね、やっと第1話の矢里田雄一くんの彼女、うん、元彼女役かな、うん、でめいちゃんに出てもらってやったやつだね。うん、一番あれだね、スタッフとかも多かったし。そうだね、スタッフも多いって、多分俺らの撮影の中で一番多かったんじゃないかな。多かったね。7人8人ぐらいいたよね。あの千枚箱で。そう結構大変だったよね。でこっからか、照明とかもちゃんとした照明ぶち込んでやり始めたのも、うん、ぶち込んでね、ぶち込んでっていう。ちょっとね、本日ですね、これを撮る前にプロレスを見てきてせいでね、はい、口がちょっと悪くなっております。口悪くなって、口悪いっていうかね、もうね、熱気が冷めてない、まだ冷めやらぬ、冷めやらぬ、冷めやらぬ。今俺ら二人とも日本語下手じゃん。下手です。わーわーみたいな、ふわーって言えばプロレスの話になっちゃうから、これはまた後にしとこう。このままで後にしとこう。で、第4話ね、これやって、うん、で、その次がもう11月入っちゃうのか。うん、11月。その間にラジオ一回挟んでたけど。挟んでたけど。次11月に、バーの気まま、最終話を。最終話あっという間に。ねえ、迎え入れたよ、なんとか。どうでした？いやー、なんか、初めてのね、言ったけど、うん、初めての作品でこう最後までちゃんと連続のドラマとして書いたのがこの作品やったから、うん、すげえなんか思い出深いけど、もっとこうすればよかったなとかいろいろと分かってきたのかなと、要領が分かってきたと、うん、あとなんか盛り上げる部分だとか、はいはい、うん、その撮り方とかもなんかいろいろと学べたかなとは思うかな。うん、でこれでね、初めてタックンが、ね、演技するっていうね。まさかのね。もともとバーの今日もだってナレーションタックンやっとったから、うん、でどうにかそのナレーションと結びつける、このナレーション なんでなんだろうっていうのを結びつけるためにちょっとタックンに最後演技してもらって、誰なんだろうっていうね、うん、いやバーの今まで初めてじゃない、初めてだよ、外のシーンもあったのか、あっていろんな場所で撮ったもん ね、 そうだね、そのお墓のシーンもそうだけど、だ今回5話目が場所的に言うと、いつもの店、ま、階段、町墓、4箇所でね、うん、まあ、でも2日で撮り終わったか、
2日で取り合ったね。うん、なんだかんだ、まあほぼ1日使ったけど、いけたね。見応えはあったと思う、うん、これ結構俺なんかでは第5話最終話が一番まあ面白いんじゃないかな。まあ一番俺がちゃんと演技をしたっていう、なんかね、普段お客さんをこうカウンターに立ってそうだねやる側だったのを逆に座ってね、お客さんとして座ってそうそうそう悩みを言うっていう。基本的に俺の中でその、まあ、棒読みっていうかそのマスターは基本的には、うん、あまり感情がない。うん、だからその不幸話とか聞いた時にちょっとテンションが上がるだけで、基本的には喋ってることに関しては棒読みみたいな、そのあまりツーっていう感じの、あんまり感情が起伏があんまりないっていうのが俺の中でそのマスターっていうのがあって、うん、だからそっからそのお客さん側に立った時がいつもと違うから、どう感情出そうか出そうかって考えてて、一番感情的になる、うん、このドラマの中で一番感情的になるシーンだったけど、だから結構ちょっと疲れたかもしれない、あの時は。泣きのシーンもあったし、泣きのシーンをさ何回も撮らせられたからさ撮らせられた本当に2回ぐらいで終わってくれよと思ったのに 5,6 回やったからもう5,6回やったね。大変だったよ俺、うん、涙枯れんじゃねえかと思ったもん次の日目絶対腫れてんだろうなと思ったもん。泣いてたね。泣いたわ、うん、でもなんかその役として泣いたっていうのもあるけど、うん、終わるんだっていうなんか、ね、そういう感情もちょっとあった、はいはいはい、正直ダメだけど。俺もまさかさ自分もドラマに出ると思わないから、うん、うん、まあでも出てこうキャスト側の気持ちも分かったというか、うん、なんかそういうのも感じられたし、だからより一層音楽に感情的になんか歌歌えるようになるんじゃない、うん、なんか身にできたかなと思うかな、うん、よかったよ。いやよかった、うん、あの気もだから第5はこの最終話はねぜひねみんな見てほしい、うんうん、結構いろんな人からあの感想もらったんだけど、やっぱり、うん、その終わらせ方もすごい良かったし。本当って言われた。本当ありがとうございます、うん、本当最終話に関してはもうね2週間ぐらい悩んで悩んで、うん、どうつなげてこうかとか、うん、すげえ悩んだのがこれ最終話だったかな、うん、なんか過去今までの作品で一番時間かかったかも書くのに正直ね。えなんかいろんな伏線を回収したり、そう取っていかなきゃいけなかったから、うん、でも実際これまだ完璧に全部出してるわけじゃなくて、俺いつかこれに関してはその映画っぽく、うん、その、まあ、彼女さんそのマスターのその亡くなった彼女役の人とか出してとかいろいろと考えてはいるんだけど、うん、まあそれは上がるのいつかまだ分かりません正直、うん、分かんないけど、でもその時に詳しくもっとこう出せたらなとは思っておいて、うん、展開できる作品だと思うから、うん、だからこれ一通り一回見ておいてほしいけど、うんうん、でもまあ、うんね、いい作品できたんじゃないかなって。連続ドラマ初連続ドラマだから、うん、いろいろ学べてよかったよね、うん、勉強になったすごく、うん、っていう感じかな、うん、バーの気ままに関しては、うん、でまあバーの気ままのこのメイキングっていうか、まあこういうのがあったねみたいな感じのやつは12月にあげようと思ってるんで、うん、それを見ていただけたらなと思います、はい、で次が11月、はい、で下旬にあげた、うん、10,000 hours 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 いいでしょう。Listen to one, please. 10,000 hours. 10,000 hours. いいでしょう。OK, ありがとうございます。これは去年発表された曲で、うん、結構これも人気な曲だから、うん、歌いたいなと思ってて、このタイミングで歌わせてもらって。これなんかちょっとテンポゆっくりめにしたの？あ、そう、ギターの、まあ、アレンジがちょっと遅めの曲で、本当はもっとアップテンポでだよ、ね、で曲なんだけど、うん、そうこれはそうだね、カバーのやつは遅めになってるわ。うん、うん、なんか
初じゃない、カバーで海外の曲歌ったのって。そうだね、いつも英語カバーとか、うん、その嵐の曲も英語の曲だからそのままカバーしたけど、うん、本当にもう完全な洋楽はのカバーは初だね。だよね、うん、だどうだい今までいろんな日本英語カバーはしてきたけど、がっつり英語カバーはやってみてなんかこう表現したいけどなみたいな、うんうんうん、まあそういうのも出てきたりとか正直したから、もっと洋楽歌いたいなって思った。おー、うん、もっといろんなジャンルの曲をまた英語の曲歌って自分の表現の幅増やしたいなと思ったな。じゃあ12月楽しみにしております。うん、あとね韓国の曲とか今やっぱり人気出てるじゃん。あー BTS って BTS もそうだし、やっぱりそっちそれ BTS じゃないけど NiziU だね。あのそういう系ちょっと疎いんですけど僕は。あ、それのモノマネカバー。おいしんどいで竹石あれ声歌えへんって。金八できねえで、歌詞知らへんから歌詞覚えるところから始めないといけんよ。ハッピー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 やだそれはやらん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 、また時間かかるぞ俺。そうだね。たださ、香水か、うん、でめっちゃ時間かかってるからさ、俺覚えるのに時間かかってるからダメもう。いやもう言いたかったのは、あの韓国の曲とかやっぱ人気出てるから、うん、洋楽もそうだけど英語の曲もそうだけど韓国の曲も歌ってみたいなって思った。あ、いいですね、うん、ちょっとじゃあそれも12月楽しみにしてほしいです。よしっていう感じかな、はい、振り返りは以上ですかね、うん、じゃあ今回なんか振り返ることまあ少ないんで、うん、フリートークっていうか、まあ最近こういうのにハマってますよとか、うん、こういうのをやってるよとか、うんうんうん、でまあちょっと話していこうかなと思うんだけども、うん、最近なんかハマってることは、なんだろうな、でも最近結構それこそ Apple Music とか聞く機会が結構あって、うん、それのその Apple Music が作ってるプレイリストとかをすごい聞く機会が増えて、だからもともとカントリー音楽とか好きなんだけど、うん、カントリー音楽のプレイリストが結構聞くようになったかな。うーん、でそれで最近流行ってる洋楽とかもすごい聞くようになって、うん、だから最近は洋楽にハマってます。また洋楽ですか。またハマりました、はい、なるほど、うん、テルはなんかハマってることはもうさっき言ってたけど、いやもう最近プロレス本当に、いや全く言いたくて仕方ないでしょ。そうもうね、喋りたくて喋りたくていやね、前まではそのプロレスっていうことにか見てなかったの、うん、本当に全く興味なくて、うん、まあ見る機会なかったからね。そうで知り合いの方に連れてってもらって、うん、でその時に初めて見て超ハマっちゃいまして、うん、でもうそっからよ。いや面白かったよ。面白かった、今日見て、うん、面白かったでしょ。面白かった。生音で聞くパチンとかもう今このご時世聞くことないじゃん、うん、生でそういう聞けるってやばくない？やばいよね。リングのさあのバネのあのパンって音が、そうバーンって音ね、あんな大きいと思わなかったもん。すごいよね、うん、俺初めて今回はさ前の方でアリーナの方で見たんだけどさ、うん、前まで後ろの方で見てたから、うん、いやでも近いと怖いねちょっと怖いわ。だってさ場外乱闘っていうのは、そうそうそう、もう自分たちのとこまでは来なかったけどもう両脇やばかったよね。近くまで来てたからね、うん、近くまで来てたけどすごいよねあれ。音が生々しい、うん、生々しい。でなんかもうかっこいい、かっこいいね。空中でクラクラーって回ったよ。もういい、もうあれにもハマってしまいまして僕はもう YouTube でもそればっか見てるとか、うん、またすぐ見に行っちゃうんでしょうねきっと。もう月1では見てる気がするもん。あでもで10月見て、10月に初めて見て、うん、ですぐにまた11月1日に見て、でまた今月10あまた見てんだ俺。11月2回見てんだ俺めっちゃ見てるじゃん。もう多分来月もあの時間が空いてれば行くでしょう。行く、うん、ちょっとね、まあありがたいことにね、ちょっと12月からちょっとお仕事がバタバタ結構今も入ってて、うん、まあ1月終わるまではまあちょっと忙しくはさせてもらってるけど、うん、空いてたら絶対行く。
今もうそれしかない楽しみが、うん、空いてる時間に行こうって、空いてる時間あったら行こうかなと。うん、すごいさ、周りに毎試合来てるんだろうなっていうすごい熱狂的なサポーターの方とかいたじゃん、うんうん、いやもうなんか気持ちはわかる、わかるでしょ、うん、声出ちゃうでしょ、うん、いやだからこのご時世さ、ちょっと声出しちゃいけんへんから、もう手拍子手拍子バタバタなんやけど、うん、いいだろう、よかったよ、もう声出てたけどね俺は、うっかー横でずっとあ足やばい膝痛い痛がってんのいやもうね、でもさ、ちょっとさ、今日ちょっといいけどだけど、男性の大事な部分をね、はいはい、攻撃食らったりとかしてたじゃないですか、うん、すごい痛みわかるじゃん、もうねギューになって、もう痛いってみたいな、やめてあげてもそれ以上みたいな横でずっと悲鳴上げててね、もうね、もうこう指の指と指の間から見てたもん、ね、しながらそう、プロレスにはまってるとこですね。で最近 あれもハマってるんですよ、あのボルダリングを。ボルダリング、ああ、はいはい、まあ、まだハマってるというか、まあ、1回だけ行ったんだけど、渋谷の宮下パークにある、そうそこで1回初めて行って、それもね、うん、楽しかったわ。うん、なんか普段全く家から一歩も出たくない人間だから、うん、そう最近ね、そうね、 Apple TV っていうものをねぶち込んでしまったせいでね、またぶち込んでぶち込んでしまったせいで、なんかテルンの家に行くと、ベッドがさ、まあ、あるじゃん普通に、うん、もう真横にテレビがあって、真上に iPad とかあって首を動かすだけの首と指を動かすだけみたいな、そうだからもうテレビでもう YouTube でなんかつけて、うん、で iPad でアニメ見て、うん、携帯でゲームしながら、だからおかしいんだよ、もう一個の携帯で仕事ちょっとするみたいな、寝ながらも仕事それできないでしょって思ったんだけど、いやできるんですよ、それができるんです、もうできるんですよ、うん、同時にできるんで、そうですか、だからもうとうとう多分俺ここにテーブル台置き始めたらもうアウトだと思ってる、もうそれは病室ですベッドのところにテーブル置き始めたら多分そこにパソコン次置くからベッドの後ろとかに冷蔵庫置いたらもう終わりだと、もう終わり、うん、終わりよ、もうそこまでやったら多分二度とベッドが動かなくなるから。ちなみに学生の時、学生マンション住んでて、うん、もうまさにそういう感じでベッドの上にテーブルをこうガッてまたいで置いて、あ、そうだったっけ、そうで、まあ、テレビはなかったんだけど、なかった、テレビなかった、なかった、だからそのテーブルにパソコン置いて、うん、で真後ろに冷蔵庫置いてっていうのをやってた。正直それはねめっちゃ快適だった。いや快適っしょ、うん、うん、だってもうね動きたくねえ、動きたくないのは分かる、動きたくないのに、この間ボルダリング行った時はやっぱちょっと、まあ、うん、体を動かす、なんか筋肉つけるってちょっとありだなと。自然にさ、健康的になっていくから、そうそうそう、体を動かしてると。でこういうプロレス見てちょっと興奮するでしょ、うん、もう男っていう感じがなんかしてきたもん、はい、うん、今までもね、なんか男か女かも分かんない、ただ寝てるだけなんだもん、だって俺寝てるだけなんだ、人間かも分かんない、人間かも分かんない嫌だわー、そんな生活。じゃあプロレスから、プロレスをきっかけに、生活を抜け出してもらって、ちょっとね、出たいと思い始めてる俺がいるもんだって。いいじゃんいいじゃん、いややばいって。プロレスをやり、ボルダリングをして健康的に、役者もやんの、役者もやってどこの路線に俺行くんだよ、おかしいやろアウトドア人間になってもらって外出たくないで言ってるのに、そうこれをきっかけにさ、だからそう、だからか分かんないけど酒の量はやっぱ減ったんだよね。お酒好きだもんね。うん、前までさほぼ毎日飲んでたのに、今もう全く飲まなくなったのに、週1とかほぼ毎日飲んでたの。飲んでたね。うわーすごいね。だってさ、結成した最初のあたりもさほぼ飲みに行ってたじゃん。うんうんうん、なんか撮影終わるごとに、まあ、飲み行こうぜとかしたけど、まあ、それこそバーの、ね、撮影の後とか、もうそのまま自分の店で飲んでたじゃん俺、うん、とかやってたのに、今全く飲まなくなったもんな。飲まなくなったね、うん、確かに飲んでるとこ最近見てないな、うん、だからなんかご飯とか行ってもサラダしか食べてないんだよね。ああそうだね、サラダなんか漬物を超健康的おじいちゃんと思って。いやもうね、なんかね、痛風出た時からちょっとやべえなって。ああ、
危機感を覚え始めて、足パンパンに腫れてもう歩けなくて、うん、もうそれからやめようと。もうまだ23よ、うん、23だよ、23なのにこんなね、おじいちゃんみたいな感じダメやと思って本当にもうそれからよ、うん、もうそれからちょっと健康志向になり始めまして、うん、いや、いいことだと思うよ。だから今日久々よ、プロレスで見てるビール飲んだ。うん、飲んだね。でもそれ以外飲んでないでしょ、うん、ね、健康よ、私健康いいじゃないですか、うん、だからもう最近さ、だからさ、あの、まあやっぱり頭とかも気に始めしてきたんですよ。気になり始めて頭は気になり、そうだからちょっとさ、やっぱハゲるったらさ嫌じゃんまあなんて言ったって僕ハゲ家系なんで。そうなの。そうなんですよ、家がハゲ家系なんで。今ね、髪すごい長いけど、そう、でもね、来てるかなってちょっと思い始め、わかんないんだけど、もともとおでこ広いから、うん、でも来てんじゃねえかなと思い始めて、だからハゲた時のようにもう体作って、ドーメインジョンソン知ってる知ってる知ってるみたいな、もうガタイやりたいなって今日もあのプロレスラーでいたよね、外国人でさ、クリス選手ね、そうそうそう、もうかっこよかった、あの筋肉ね、背中とかもさ、うん、それはかっこいいなと思って。もうハゲたらスキンヘッドにして、ドーエン・ジョンソンまでかけてもジェイソン・ステイサムぐらいまで行こうかなとどっちにしろ外国人を目標に、もう目標っすよ、うん、だからちょっとね、あのアクションやっぱやっていきたいっていうのもあるから、アクション系も、うん、いいじゃん。だからやっぱりちょっとガタイを、まあ、ゴタッとガタッとゴッガンガンガンってやって、 V シネ結構来そうじゃない、マルハムをスキンヘッドにしてやりたいんですよ僕は、とてつもなく。いいじゃないですか、それが今の目標です、筋肉をつける。いい、なんか健康志向になってるのはいいじゃん。ただ鍛えたい言うてんの、ジムも通わず何もしてないからただ寝っ転がってるだけ。ベッド環境揃え動く気ないんだよだからもうプロレスを見るところから始めてもらって。そうですね、まずそこからです、ね、そっから。いや、もう皆さんにもぜひプロレスはね、生で見てほしい。数年後にはね、リング上に立ってたりして。いや、立たないさすがにそれはないね、分かんないけどちょっと分かんないけど何が起きるか分かんない。あのネタ要素のなんか前座みたいな感じでね、もしかしたら出させていただけるんだったらもうもちろん出ますと出るならもう極めてほしいな。ちゃんとこうロープまで使ってこう、体やって、やってね、もうそれだったら見に行くわ、もう見に来て、それは見に来て出るやだわまあまあそうね、うん、最近これが俺のハマってることですよ。いいですね、うん、で、あ、そう、まあ多分詳しくはね、また12月に言うと思うんですけど、私舞台が、うん、決まりまして、うん、まあ、この間そのなんていうの、ザ・シェフってそのアテレコやらせてもらったんですけど、それの、舞台バージョンにまた出させていただくことが決定して、公演日がですね1月20日から24日まで、まあ、A 班 B 班っていうダブルキャストでやるんですけども、うん、その中で出させていただくことになりましたの で、まだ役名とかもちょっとまだ詳しいことは発表はまだできないんで、多分12月中に発表すると思うので、それ見て皆さんぜひ見に来ていただけたらなと思います。はい、でそれ以外にもね、ちょっと、まあ、自分の中ではありがたい仕事が結構大きく決まってきたので、うん、その時に都度、まあ、ご連絡はしようかなと思ってますので、はい、ぜひよろしくお願いいたします。こんな感じかね。あっという間。早いね。早いね。そんな話してると思ってなかったよ。ほとんどプロレスの話。プロレスの。いやね、そのぐらいプロレスはぜひ、もうね、生で見てほしいんですよ。はい、まあ、まずね、別に YouTube とかでもいい。それでもいいから、まず見てもらって、そっからよ。ほら、また戻っちゃうから。終わんなくなっちゃうから、これまた話してると。うん。とりあえず、生でぜひ見てください。見てくださいという、ね、ことです。話なんだこれもう今回のラジオ何告知みたいになっちゃった。もう告知になってるよまあ、そういう感じですね。はい、はい、10月、11月編ということでした。はい、まあそうですね、12月にちょっといろいろとご報告することがありますので、12月、まあちょっと10月11月に比べたら動画の本数もちょっと増えると思うんですけども、はい、引き続きそうですね、いろいろとよろしくお願いします。お願いしますって感じで。はい、ということで、タクテルラジオ
10月11月編以上になります。はい、はい、では終わりますかね。はい、終わりましょう。それでは、タカノテルのタックと、金原照吉でした。バイバーイ。